よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてます。今日はね、2021年8月31日、火曜日で、ここはね、北海道北見市の、快活クラブの、駐車場です。はーい、ちょっと忘れ物ないかだけちょっと確認しよう。今ね、時刻はね、8時、あ、ちょうど8時半です。はい、エンジンをかける嫌がらせです。まあ、嫌がらせっていうのは冗談です。岩間さんの真似です。ね、なんかね、ちょうど雨降ってきました。俺様が出ようとしたらね、嫌がらせですかね。はーい、5時頃絶対目覚めた時はさ、外見たら晴れてたので、さっきはね、7時頃はなんか曇ってて、そこ雨降っちゃいました。はい、出発進行、ナスのお進行、ジバニャンの腹巻きはおしっこ色。いや、この腹巻きはピリのピリだよ。おしっこ色だろ、ボロキで。お前ボーボーする。いや、ダメやん。ジバニャン色でーす。タイヤテールの旗もジバニャン色でーす。おしっこ色帽子。サンドラックの看板もジバニャン色でーす。味覚園の看板はビスパー色もしくはコマさん色でーす。栄えまして、ね、部分がジバニャン色でーす。味覚園だって味覚園だから、海味園みたいですね、海味園。なんかいきなり降ってきましたね。ライト照らし、ライト照らし。はい、イスズの看板がジバニャン色です。ライト照らしです。またライト照らし。英雄はジャイアン色です。ワイパーの音がなんか壊れそうなんだけど、これ大丈夫かな。さあ、いつも同じ会社で借りてるんだけど、でもなんかいつもそうだね、ワイパーね、なんかいつも壊れそうなワイパーね。そういうもんなのかな。iPhone 修理の看板がおしっこ色でーす。あ、嫌がらせじゃんこれ。コスの看板はなんとか色でーす。バスがライト照らし。このおじさん、ジバニャン色の旗を持ってます。北高の文字がジバニャン色でーす。ボーボーする。いや、なんや、もう一番広いんや。国産輸入工具の看板がおしっこ色でーす。
トロプロダクツの看板がジバニャン色です。太陽の看板がジバニャン色です。エネオスの看板は中央部分がジバニャン色で周りがジャイアン色です。方向なんですけど、ちょっと逆方向に一回戻って違う方に行った方がね、なんかいいらしいです。いいらしいですというか、なんだろう、333号線っていうのに行って、なんか山の方に行って、あの高速が出てる、無料高速が出てるから、そっち行った方がなんか早いっぽいですね。なんか地図で見た感じね。雨がさ、なんか叩きつけるような雨だよね。ジバニャンのガラス玉もね、なんかアスファルトに叩きつけて割りたいけどね。あ、この辺あれ大きい春山か、なんか夏物最終処分の旗が立ってるけどね。ジバニャン色の旗ね、ジバニャンの腹巻きやガラス玉もね、最終処分したいですね。ボーボー行き、あんなのね、もう買い取ってくれる人がね、いるわけないから、もう燃やすしかないんだよね、なんああいうゴミはね。はい、日本レンタカーの看板がジバニャン色です。ソフトバンクはウィッパー色もしくはコマサン色で、ワイモバイルはジバニャン色です。駅前だね、これ。ザ・ゴールドのジャイアン色、これなんだっけ、金属買い取りでしたっけ。さっきまで降ってなかったのにいきなり降ってきて、俺様がちょうど出る時にね、降り始めたんですよ。ライトクラッシュしとくか、暗いもんね、なんか見通し悪いもんね、ライトクラッシュ。ボーボーする、もうしちまう、ボーボーする、花巻はね、ほんとね、燃やした方がいいよね。マジでさ、あれゴミだもんね、ジバニャンの花巻。もうしっこいより汚らしくて、うー、汚らしい、マジで汚らしいよ。ビクトリアの看板がジバニャン色です。この辺なんかビクトリア多いですね。ビクトリア焼肉が来ていくか、ビクトリアじゃない、あのブギー隊長のなんだっけ、もともとはなんだっけ、ビクトリーだっけ、ビギー、なんか昔入ってるね、変ななんかエアロビみたいなやつ。ブギー隊長にさ、ジバニャンアスパイとかやったんです。ジバニャンの腹巻きをさ、なんか破いてる。タマホームの看板はジバニャン色です。タマダスパイとこや、なんか岩間さんが言うにはね、なんか昔は床屋はね、街にね、一軒しか作れなかったらしい。キララの看板がジャイアン色です。アオリアンセ公園だって。
とテラシー祭り連続。ギアはジバニャン色です。自転車のライトテラシハードラックの看板はジバニャン色でーす。ダメのとうるさいから俺様ね、大きめの声で喋ってます。大雨じゃないこれ。何これ、ゲリラ豪華なのかな。くるくる寿司だって、くるくる寿司。クルミアロマさんみたいな感じですね。クロニアを腹巻くおしっこ用だから捨てます。やだにゃん、捨てないにゃん。ボーボーする、ひどいにゃん。燃やします。腹巻き捨てる、すごいな。ボーボーする、腹巻きね、マジでボーボーするからね。いやだにゃん、これ大切な腹巻きにゃん。ボーボーする、いやだにゃん。それおしっこ用のボロッケなんだね。ジバニャン腹巻きは燃やします。いやだにゃん。ボーボーする、いやだにゃん。ヤマトがライトテラシー、三兄弟、天田ヤマトが、そうか、ここはヤマトの宅急便の事務所だからね、ライトテラシー、三兄弟、ヤマト、ライトテラシー。補聴器の看板が、おしっこ色でーす。豚汁、あ、豚丼の看板が、ジバニャン色でーす。道内最大級って書いてある。軽自動車か。なんかさ、あの軽自動車屋さ、よく見るけどさ、あれだよね、なんか、あの軽のさ、自体がさ、あれみたいだよね、なんか、龍泉寺の湯の、なんか、中に入ってある軽自物の自体みたいな。ハイウェイ39の看板がジャイアン色でしたね。これハイウェイっていうのか、これ一般国道、ナショナルハイウェイ。ハイウェイって言ったらね、なんか高速道路のイメージがあるけどね、これ高速道路じゃないですよね、どう見ても。経緯の文字がおしっこ色でーす。向こうからライトテラシーまでトラックかな、来ました。そろそろね、多分左折だと思うんですけど、
花ゆずき行こうかなと思って、札幌の行ったことないんだけど、あるのは知ってた。電車の窓から見えるでしょ。あそこと8位でね、終わっちゃうみたいだけど、このままね、今日はね、もうそのまま札幌にね、直行します。寄り道はしないです。まあスーパーとかコンビニとかには寄ると思うけど、印刷所だ、印刷所。今ね、腹巻きしてます。やだにゃん、ぼうぼうする、ひどいにゃん。マジでおしっこりだよね、お前の腹巻きの。ぼうぼう燃やす。やだにゃん、大切なものやん。ぼうぼうする、ひどいにゃん。ニバニャンね、今助手席に乗せてるんですけど、昨日ね、食べたね、セコーマートで買った弁当の食べたゴミ、とりあえず置き場所がない、まあなくもないんだけど、からジバニャンのね、ところに置いてます。ジバニャン、ゴミと一緒に置いてます。いや、俺ちゴミじゃねーにゃん。腹巻きしてないからでしょ、お前。そんな腹巻きしてるからね、ゴミと同じ扱いを受けるんだよ。ひどいにゃん、ボーボーする。いやだけど、クボタって消えたぎます。日本キャタピラーの看板がおしっこ色です。マジおしっこ色だよね。おしっこ色のポロキで燃やす。いやだにゃん。あ、タンノって書いてあるね。タンノってあったりからね、なんかね、左に分岐だったりするから、もうちょっとかな。国道300、多分ね、昨日通ってると思うんだけど、そのままね、こっち、北見方面に通ったけど、あれだね、もうなんか、ちゃんと見ないとダメだね。なんかもう、俺様ね、適当にね、もう、直感と道路標識だけ見てきてるから、いつも。かなり見ないんだよ、この車。でもね、まあ、出かける直前にはね、iPhone で見てるんだけど、地図。忘れちゃうからね、時間経つと。マルハンのマークはジバニャン色です。出入口の看板もジバニャン色です。9時開店の、旗自体はウィスパーロムシのコマサルなんですけど、文字はジバニャン色です。住友建機の看板がおしっこ色です。あ、キャットって住友建機なんですかね。なんかよく見るよね、キャットって。なんか重機、はい、重機にキャットって書いてある。重機のブランドだよね。ね、もうジバニャン、ジバニャンもなんだけど、猫と関係あるのかなね。で、ジバニャンのね、ガラス玉はね、キャットの重機にね、踏んづけてね、潰してもらいたいですね。あ、ロードウンチ？あ、じゃあロードキングか。ロードウンチって書いてある、ね。で、ウィルオートの看板自体は青ですけど、文字がおしっこ色でーす。カープラザヒットの屋根が、左側がウィスパーロムシのコマサルで、右側がジバニャン色です。これ中古車販売ですかね。北連のガソリンスタンドの看板と屋根がおしっこ色です。入れてこう、北連で。セルフ、セルフのスタッフにも入れてくれたり、セルフの方がさらに安いからね、もちろんセルフにします。はい、それではさようなら、ボーボー。